何か料理教室を開くにあたって、こういうことは私は気をつけてるよとか、なんか教えてもらえたらなと思って。やっぱり、そうやね、なんかすごくたくさんあるんだけど、まずね、なんか私が、自分が、こう、どんな教室だったら通いたいかなっていうのは、絶対主にある。うん。で、もちろんそれは、なんか、値段であったりとか、その、レシピの数であったりとか、で、もちろん、美味しさもそうだし、やっぱりこう、レシピ本だけではわからない、プラスアルファって絶対大事にしてるところなんですね。こう、関西やから、やっぱり、うん、ちょっとお得感も絶対大事かなっていうのはほんまに思ってます。